どうも白霊霊夢です。霊夢2号こと霊夢です。さあ2号よ、今回のアストレイは全袋、真っ黒なハザード仕様、慈悲の字の字もない凶悪さがコンセプトだよ。強力かつ的確に敵に攻撃を加えていくその姿はまさしく鬼。それで制作費は経費から落としました。お見事。これで自腹だったら霊夢ちゃん悲しくて引きこもっちゃう。あ、ちなみにこのハザードアストレイは赤、青、緑の3機作ったよ。ゴールドフレームは作らなかったの？作ったんだけどね、気に入らなかったからやめた。アマツの頭ってこういうの作る時に向いてないんだなって実感したよ。普段やらないような配置でビルダーズパーツ使うとどうしても合わないのってあるもんね。で、この赤はどういうイメージで作ったの？言ってしまうとね、白霊一式の悪落ち的なイメージかな。一式ってまともなバックパックがなかったやつだっけ？そうそう、だから武装とかギミックとかなしに手持ちの体験とライフルで戦うスタイルなんだよね。これで決める。フィニッシュだ。青ってことは射撃型なのかと思ったんだけど違うんだね。いやーね、武器は3機で使い回してるんだよ。その代わりに射撃系のパーツをいくつか組んでおいたんだ。まあそれ以外はさっきのレッドフレームと大して変わんないんだけどね。本当だ、全然射撃っぽくない。まあ EX はさすがに組み替えてるけどね。お一気撃破。本当 EX が違うだけでこうも戦い方が変わるのかな。まだまだ負けんよ。さあとどめだ。また手直した。あらかじめ言っておくけど緑は近接と射撃両方ができるやつだから、青があの戦い方だから被ってるように見えるけど違うからね。事前にそれ言ってもらわなかったら思いっきり突っ込み入れてたよ。武器の選別時間と費用をケチったからね。しか仕方ないね。まあアストレイは最高だから許されるよね。そうだね、アストレイこそ思考の機体だもんね。もっと多くのアストレイを作って各地に散らばる教徒たちに見せるんだからな。そうだね教祖様、今日も全国の教徒たちから頑張れ教祖様というメッセージが来ているんだから頑張るよね。というか頑張るしかないよね。そう、私たちは戦う、アストレイを広めるために。というわけで一気で今日も家が取れた。これからもアストレイを広めようね。へへへへ。と、楽しいところ申し訳ないんだけどな。おお、リグルどうしたんだい？あ。今回のアストレイのパーツ仕入れ、制作費用なんだけどな、お前の自腹でってことで決まったらしいぞ。して、さあ。
いやーよかったよ。うん、色違いのすぐにイージスだったけど申し分ないし、鳥間ここねさんによろしくね。お任せください、と言っている。このチャンネルのゲス枠狙って頑張ります。だそうだ。うん、頑張る方向間違ってるね。とりあえず経費に余裕でできたらちゃんとボイロ買うから我慢してね。まあモンハンとかメタギア買いたいからそっちに回ってまた後回しになったりな。でもまあそろそろゆかりさんの声ないとしんどくなってきそうだから買うけどね。俺としてはあかりちゃんの方が欲しいけどな。それね、おん、取ったのゆかりん。ほうほう、ほむほむ。志村、後ろ後ろ。え、牛？